はい、今日はですね、体幹が弱い理由は筋力低下だけじゃないって話やっていきたいと思います。メンバーシップ一部公開します。よかったら最後までご覧ください。体幹が弱いっていうこと多いですよね。でもなぜ体幹が弱いのか、その原因まで考えていますでしょうか。今回の動画を最後まで見ていただければ体幹に対する介入方法がわかります。内容はこんな感じになっていて、体幹が弱いのはなんでかとか、体幹が使える使えないって話 YouTube でやっていて、後半メンバーシップ限定で実技動画、胸郭の評価治療、これねたっぷりやっていきますので、ぜひ最後までご覧ください。そんな僕はですね、脳卒中の認定理学療法士です。メンバーシップも70名突破ということで、月600円など約1日22円でメンバーシップに入れます。100本以上の専門動画見放題で、実技動画もあるので、かなりコスパいいかなと思います。ぜひね、概要欄の方からご覧いただければと思います。はい、というわけで早速本題に入っていきたいと思いますが、まずは体幹が弱いのは〇〇って話からですね。体幹が弱いって判断するときって、どんなときですか？まあ、歩行とかですかね。じゃあ歩行で体幹が弱いってどういった状況でしょうか。例えば体幹前傾してたり、まあ、確かに体幹弱そうですよね。でもその理由を体幹の筋力低下ってざっくりと決めてませんでしょうか。まあ、確かに体幹の筋力が弱いって判断しています。それって本当にそうでしょうか。もちろん体幹の筋力低下もあると思います。そういった歩行ね、こういった歩行はとても体幹弱そうですよね。でも問題は体幹の筋力だけって考えていると、これ良くならない可能性があります。まあ、他にもたくさんの要素があるからですよね。まあ、例えば大臀筋の筋力低下で体を起こせないっていう可能性もありますし、まあ、中臀筋の問題もあったりします。また筋力的な問題だけではなくて、例えば肩まひであれば姿勢定位の問題があったりします。姿勢定位、まあ、つまりその空間で自分の体がどうなっているのかっていうのが分かるか分からないかっていうところです。脳の損傷によって自分の体がその環境でまっすぐかどうかっていうのが分からなくなってしまう。例えばトリックアート展って行ったことありますか？なぜか動いているように見えたりとか、これね、魚が飛び出しているように見えたり、平面なのにね。そして周りの空間が違うと、まっすぐ立つのが難しい部屋みたいなのってよくあるじゃないですか。まあ、つまり僕らでも周りの視覚情報が変わればまっすぐ立てなくなっちゃうってことあるんですよね。で、肩麻痺の方は片側麻痺していたりとか、感覚障害や高次脳機能障害があるわけですよね。まあ、姿勢がまっすぐかどうか判断できなくなっている可能性があるっていうことです。だからそういった理由で体幹が前傾しているにもかかわらず筋トレだけしてて本当に良くなると思いますでしょうか。そういった部分もあるので、じゃあどういった介入をするかっていうところはですね、この後のメンバー限定の実技動画で詳しく解説していきたいと思います。これね、胸郭に対して介入すると意外と良かったりすることもあるんですよね。まあ、少しね、あの YouTube の方でも無料で公開しますので、ぜひこの後ね、続きの動画をご覧ください。はい、で、続いてはですね、体幹が使える使えないって話やっていきたいと思います。体幹が弱い理由は筋力以外にもたくさんあるよっていう話しました。筋力に問題ないとしても、姿勢定位の問題で体幹が使えてない場合もありますし、さらに脳卒中肩麻痺の方、もしくは運動器疾患の方でもあり得ますが、体幹がうまく使えない特徴的なことがあります。それは末梢の筋緊張が高いです。末梢の筋緊張？体幹が使えない状況っていうのはどういうことか。例えばこういった平行棒歩行の場合、まあ、手に力がギュッと入っている、つまり末梢、ここで言うと手ですよね、の筋緊張が高い状態、まあ、この状態は体幹が働きにくい状態ですよね。歩行時には姿勢の動揺が生じます。その動揺を手で止めてしまっているっていうことですね。本来であれば体幹で制御するところを手で止めてしまっている、こういったことを繰り返していくと末梢部の筋緊張が上がっていっちゃうわけです。で、末梢部の筋緊張が上がっていき硬くなってくると、体幹がうまく使えない人、弱い人で肩甲骨のアライメントが変異している人いませんでしょうか。末梢部ばっかり使っているというのが原因になっている可能性もあります。そういった硬い部分が動作に影響を及ぼすことも結構あるんですよね。まあ、腹内側傾と背外側傾っていう言葉聞いたことある人も多いと思いますが、これまあざっくり説明すると、腹内側傾っていうのは体幹四肢の筋域をコントロールしていって、背外側傾は四肢の遠域をコントロールしていると言われています。まあ、つまり末梢ばっかり使ってしまう人は背外側傾が優位になってしまっている可能性があって、
肺外側径が優位になって腹内側径があんまり働きにくい状態になってしまうと。だからどん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 体幹を使わなくなって使えなくなってしまっていると。そんなパターンもね結構多いんですよね。そういった神経機構も含めてのこの介入方法、この後実技動画で詳しく解説していきます。こういったところね、介入していくと結構変わったりするんですよ。まあ、概要欄からね、ぜひ続きの動画をご覧いただければと思います。はい、というわけでですね、体幹がなぜ弱いのよって話やってきました。まあ、体幹が弱いのは〇〇とか体幹が使える使えないって話ですね。まあ、体幹って結構ね、幅広い意味だし、筋力低下だけで片付けてしまうと良くなるものも良くならなかったりするので、まあ、姿勢低位とかね、そういったパターンも多いし、末梢と中枢部で考えていくっていうのも一つヒントになったりするので、まあ、この後ですね、メンバー限定動画で実技動画の方でですね、胸郭の評価ね、あと胸郭の治療っていうのをやっていきます。まあ、これをやることで体幹が使いやすくなったりとか、これを体幹の介入の前にやっておくことで、これ体幹がすごく使いやすくなって動作にもつながりやすくなっている来るっていうところなので、結構ね結果に変わる、結果につながる部分でもあると思いますので、ぜひね概要欄の方からぜひご覧いただければと思います。はい、というわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。失礼いたします。はい、では早速メンバー限定の実技動画やっていきたいと思いますが、まずは上位胸郭の評価と治療ということでやっていきたいと思います。まずこのようにですね、肺外に寝ていただいて評価していきます。で、胸郭を評価しているわけですけれども、基本的には触って確認します。で、このようにですね、上の部分ですね、上の部分こう触る、左右必ずこう手のひらで触ります。で、これで硬いところはないかなっていうのを見ます。で、この辺りですね、下の方も触っていく、触っていく。で、手のひらで触って硬いところはどこかなっていうのを見ていくわけですね。この辺りも触ると。で、この時の触り方のポイントですけれども、やっぱりね、あんまりグッと押さないっていうのが大事ですね。体の硬いところを手のひらで触って確かめるっていう感じなので、あんまり強く押してしまうと硬いところが分からなくなってしまう。手のひらの感覚で体の硬いところを探るというようなイメージです。で、必ず左右比べてみてください。はい、で、ここから硬いところがあったので、まずはですね、このように挟み込みます。僕の右手が肩甲骨の下あたりにあって、左手はね、鎖骨の下部あたりにあると。この辺が結構硬かったので、ここをですね、挟み込んで、軽く揺らします。硬いなって思ったところを挟み込んで揺らすっていう感じですね。このように挟み込んで揺らします。手で挟み込むことで、この軟部組織の硬さを解いていくようなイメージです。手の熱が伝わるようなイメージを持ってやると特にいいですね。またこの鎖骨の下部のあたり、